ブルガリアのヨーグルトブルガリアのヨーグルトはブルガリアで作られているヨーグルトである。ブルガリアの研究者たちはブルガリアのヨーグルトの固有性はブルガリア菌とサーモフィラス菌の共生による特有の酸味と風味であると主張している。同国を含むバルカン半島はヨーグルト発祥地の候補であり20世紀末の同国のヨーグルト消費量は1人当たり年間3 0ラム以上にも 達する。ブルガリアでは、紀元前4000年頃からトラキア人が参入を作り始め、その文化がスラブ人やブルガリア人に引き継がれてヨーグルト作りが行われてきた。近代以前は各家庭で製造されていたが、1959年に州の政府機関が入荷工品の生産管理を始めたことなどをきっかけに小売店で購入する工業製品が主流となった。 その後、1991年の市場経済導入によって、共同農場の枠組みが崩れた際に、生乳の生産管理技術が低下し、乳酸菌種の活用にも支障をきたすようになり、ヨーグルト消費量が大きく低下した。2007年の EU 加盟以降は、廉価な粉乳が輸入され、ヨーグルト製造に用いられている。また、2000年代以降は、従来の無糖タイプに加え、 フルーツ入りやドリンクタイプの製品も普及している。1960年代半ばに、園田天皇皇は、中日ブルガリア大使の妻との交流を介して、本場の自家製用の種を使ったヨーグルトの作り方と利用法を習い、当時日本では、馴染みの薄かったプレーンヨーグルトを上流階級の主婦層に普及させる活動を行った。園田の活動により、 1960年代後半には、官僚の家庭でヨーグルトを作ることがブームとなり、昭和天皇にも評価された。その他は、テレビ等のメディアを通じて、ブルガリアヨーグルトが健康維持に役立つことなどの効果を広く紹介し、一般家庭にもその関心が広まった。一年の中で最初にヨーグルトを作る日は、制限オルギーの日と定められており、 家畜の健康と豊穣を願う行事の一つとして行われる。この日に初めて家畜を搾乳し、西洋産種湯の葉の浅漬湯に含まれる乳酸菌などをスターターとして発酵させる。こうして作ったヨーグルトを家族や客人と一緒に食べ、祝日を祝う。その後は、このヨーグルトの一部をスターターとして、新しい父に加え、ヨーグルトを作り続ける。 夏の終わりとされるせいで見たるの日まででヨーグルト作りは終わると翌年までは作り置いたヨーグルトを食べる。伝統的な製法では素焼きの壺が使われるケースもあり煮立ててから人肌程度に冷ました牛乳内脂羊乳を壺に入れてスターターを加える。これを布で包んで保温して放置すると牛乳の水分が素焼きの壺に吸収されて表面から蒸発していくため 土が濃縮されるとともに気化熱によって、壺の内部が通常の発酵より低い37度程度に保たれる。このような温度条件では、発酵に長時間を要するデメリットがある一方で、ヨーグルトの組織が滑らかになるというメリットがある。ヨーグルトを使用したタラトールブルガリアでは、ヨーグルトは酸味と濃厚さを生かして様々な料理にも使用されている。 具体例としては、キュウリなどを入れた冷製スープである、タラトール、クルミなどを入れたサラダであるスネジャンカなどが挙げられる。このか、ムサカでは調味料として使用され、水で割って、塩、胡椒を加えたアイランは特に夏場に飲まれることが多い。食用の他にも、火傷の治療や、脱毛防止、美容などの民間療法に、ヨーグルトは使用されている。20世紀初頭に、 ミリア・メチニコフが、ブルガリアのスモーリアン地方には長寿の人間が多く、その要因として、ヨーグルトがあるという説を提唱した。同地方の当時の戸籍で100歳以上の割合が、人口10万人あたり30人以上とされていたこと、メチニコフの所属するパスツール研究所で町内のビフィズス菌や乳酸菌が研究されていたことが背景にあったとされる。なお、 20世紀後半以降の統計では、ブルガリア人の平均寿命が長いという結果はない。ありがとうございます。